なんか面白そうなイベントが、はい、マグリの、はい、スタンプラリーが、スタンプラリー、あら、これ初めてですね、はい、ちょっと聞いたことないです、はい、はい、なんとこれですね、はい、5個の演奏会に行くとですね、はい、なんと、全部を見ると景品がゲットできるっていうね、はい、スタンプラリーだと、すごいですね、スタンプラリーやっちゃいます、はい、はい、第1句ステップ1、はい、ステップ1、はい、東京ユーフォニックマンドリンオーケストラ、はい、5月6日ですね、はい、でステップ2、マンドリンオーケストラコンクルディアさんですね、はい、はい、6月15日葛飾シンフォニーヒルズ東京というね、はい、はい、ステップ3、マニア王子のちょっとディープな音楽探訪でございますね、はい、こちら8月24日ですね、あ、これ静岡なんですね、はい、東京から静岡、ちょっと頑張りましょう、まあ、ちょっと頑張りましょう、車でちょっと過ぎてます、うん、はい、でステップ4、はい、ステップ4かな、4、はい、ジャパンスーパーユースのマンドリンオーケストラ、はい、こちらもね静岡の方、あ、嘘、静岡じゃなかった、長岡、今週長岡京ですね、まあ、はい、長岡京ってどこですか、京都、京都ですか、はい、はい、10月14日京都でございます、で、ステップ5、エストディアンティナフィロドリーノディ京都さん、はい、ね、はい、これ2025年の2月からやったね、これも京都ですね、はい、京都ですね、はい、はいはい、今回とっても斬新な、ね、イベントを開催したいと思います、うん、ぜひね、はい、あのコンプリートしていただいて、はい、景品ゲットできる方はね、何人いらっしゃるんでしょうかね、楽しみです、頑張りましょう、はい、はい、楽しみです、ぜひよかったらね、ご報告あのお待ちしてます、よろしくお願いします。